では森田先生ね、第3期第4期と参加ありがとうございました。ありがとうございました。はい、先生の成果どんなものが出ましたか。具体的な金額でしょうか、はい、先生。はい。はい、1年になったのかな。はい、10万9000円だと思います。素晴らしい、アップしたんですね。はい。はい。生徒数の方は、生徒はね、立ち上げてゼロからスタート、はい、ということだった、まさにゼロからスタートしまして、はいはい、ちょっといろんな生徒さんがいらっしゃって、うん、ワンレッスン制がいいとか、うん、小学クラスとか、うん、ちょっとそういうもろもろっとした生徒さんを合わせると、うん、23人なんですが、もうレギュラーでピアノのレッスンにずっと通ってくださる、うん、ボイストレーニングにずっと通ってくださるという生徒さんは17人です、うんうん、あ、素晴らしいですね。はい、先生が授業で印象的だったことはどんなことでしたか。はい、ズバリプロモーションというものは、うん、生徒さんのためにさせていただくんですよという、うん、星名先生のお言葉でした。うん、それまではどんな気持ちでやってたんですか、プロモーションは。プロモーション全然やり方分かってなかったから、もう私はホームページもないし、うん、ブログもやってないし、うん、Facebook は一応入ってたんですけど、お友達の動向を見るための、うん、Facebook で自分は書かないという感じで、全くゼロからのスタートなので、うん、でもこう小さい時から舞台に出たりするのは好きだったので、うん、自分を表現、人前で表現するのは多分好きだったんですが、うん、それに関してですね、子どもたちからもいつもストップ、ママやめて、恥ずかしい、周りがね言われていたので、あ、自粛しなくちゃいけないかなと思っておりました。あ、ね、はい、じゃあそれは生徒さんのためにやってもいいんだということで、はい、見事ね、成果を上げられてね。はい、経営塾に入ってなかったら今どうなってたでしょうかね。はい、もうとにかく不安に負けちゃってたんじゃないかなと思います。で、私は結構鬱になりやすい体質らしくて、子供たちを、双子がいるんですが、双子の子供たちを育てるのにすごく大変で、体も大変で精神的にも大変でっていうのも、で最初に鬱をやっちゃってから、もう何度も、人生いろんなことがあったんですが、鬱を繰り返していて、で今回も去年の5月に鎌倉に引っ越しまして、うん、新しくゼロからこの教室を立ち上げるということで、陽子先生のところに来たんですけれども、うんうん、その引っ越しに関しても非常に私にとってはもう大決断でしたので、すごくストレス重くてちょっと鬱になっちゃったりとかしたんですけれども、で抗うつ剤を飲んだらなんとか動けたので、そうやって頑張ってたんですが、ちょっと話が飛ぶんですが、抗うつ剤の関係で10キロも体重が増えてしまいまして、それもすごい悲しくて、で入塾した時はそんな感じだったんですけど、おかげさまで抗うつ剤を完全に手放し、で自分に自信を取り戻し、私のところに来た生徒さんってなんて幸せなんでしょう。そうです、私のところに来た生徒さんは全員が大人になった時に楽しくショパンもリストもベートーベンも弾きこなすことができて、でピアノができるから海外に行ってもピアノやったらさらっと弾いて、世界中にお友達ができて、そしてピアノは音楽の本当に道具というか基本なので、ピアノから進んで、私はオペレットの歌手ですけれども、いろんなことを勉強して、そして生徒さんは、私のところに来た生徒さんは全員が世界に羽ばたくという強い自信ができましたね。だから私のところに来る生徒さんはとっても幸せだから、ほらみんないらっしゃいというために、そのために私は良質をするんだわと思うことができるようになりました。もう腹の底からそれ出てきたんですよ、気持ちがね。はい、そうです、素晴らしいですね。はい、陽子先生ありがとうございます。ありがとうございましたこの経営塾どんな方にお勧めしますか。はい、現在今世の中がこういう感じで、子どもの数少ないよ、だからピアノの教室やってても、なかなか生徒さんが集まらなくって、これで自活するっていうのはちょっと大変よね、だから仕方がないから他の仕事もしようかなと思っていらっしゃる人、ピアノの先生とか、歌手の方とか、いろんな方にピアノだけではなくて、いろんな方にですね、こうやって
教室ができるんだよということを、陽子先生 の, 素晴らしいパワーとそのノウハウを教えていただいて、でちゃんとメンタルを整えていけばできるんだという自信を持っていただけそうな方々すべてにご紹介したいです。リム先生の今後の課題はどんなものがあるか教えてください。はい、私はパソコンが全くできないのでそれちょっとできるようになりたい。でプロダクトローンチというものがすごく面白そうなのでちょっと勉強したい、うん、それから私自身がパフォーマーとしてもっと成長したいので自分の技術的な勉強も続けて、オペレーターってこんなに楽しいんだよっていうことを世界中に発信したいですし、即興演奏家ですので原爆詩とかもレパートリーに入れて演奏活動させていただいておりますが、世界平和に対してももっと皆さんの意識をしていただけるようなコンサートを企画してやっていきたいです。それから、皆さんに愛と夢をお届けできる自分になりたいと思っております。はい、応援してますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。